ランファンプラザ駅は、アメリカ合衆国ワシントン DC のサウスウェストフェデラル、センター地区にあるワシントンメトロの駅。1977年7月1日に改良し、ワシントン首都圏交通局によって運営されている。当駅は乗り換え駅であり、上層階ではグリーンラインとイエローラインに、下層階ではブルーラインとオレンジライン、シルバーラインに乗り換えることができる。 当駅の北側では、イエローラインとグリーンラインが線路を共有している。当駅には、ワシントンメドロの6路線のうちレッドラインを除く5路線が乗り入れている。地下鉄駅の出入り口あたり駅は、ワシントン南西部に位置し、出入り口は、それぞれ D ストリートの6丁目と7丁目に挟まれた、区間、7丁目とメリーランドアベニューの交差点、ランファンプラザのコンコース上。 九丁目と D ストリートの交差点にある。連邦政府の建物が密集する地区の中心にあり、ポトマック川を横断して、バージニア州やワシントンの中心部へ容易に行き来できるため利用者数が多い。駅名は、ワシントン DC の基本計画案を作成した、フランス系アメリカ人のピエール・シャルル・ランファンにちなむ。バーの、ランファン駅地下鉄駅のすぐ上、 バージニアアベニューの6丁目と7丁目に挟まれた区間にはバージニア急行鉄道のランファーン駅がありフレデリックスバーグやブリストのマナサス地域空港へ向かう通勤列車が停車する多くのアムトラックの列車は当駅を経由するが停車しない構造は一面三線であり北側に短式ホームが一つある駅の両側にはそれぞれ6丁目と7丁目に続く歩道がある 当駅は1977年7月1日、ブルーラインのナショナル空港、RFK スタジアム間が開通した際に、他の16駅と同時に開業した。1978年11月20日には、オレンジラインが1983年4月30日には、イエローラインが1991年5月11日には、グリーンラインが、 2014年7月26日には、シルバーラインが開業し、それぞれ開通と同時に当駅に停車するようになった。このため当たり駅は昔に建設された、仮想会は島式ホーム、上層会は単式ホームというユニークな構造になっている。2015年1月12日、駅に煙が立ち込め午後のラッシュ時間帯に駅が閉鎖された。これにより一人が死亡し、 84人が病院で手当てを受けた。グリーンラインとイエローラインは一時運転を見合わせたが、ブルーライン、オレンジライン、シルバーラインはランファンプラザを通過し通常通り運転を続けた。ありがとうございます。